異常は出ていないようですね。今のうちに町を抜けてタイタニアに戻るわよ。ここがあなたたちのアジトか。私を逃がしたら致命傷になるわね。寝首をかかれないようにせいぜい気をつけなさい。言うわね。おかえり。あの子がモアナだよ。ディアナと同じくらい。清涼、こんな小さな子を無理やりクーマに。エレノア！お願いです、メディさん。あの子と話してあげてくれませんか？どういうつもり？モアナはクーマです。だけど、お母さんを恋しがる普通の女の子なんです。私じゃ、あの子の悲しみを埋められない。でも、あなたなら。大丈夫？私はメディサっていうのよ。怖いわよね。ちょっと。でもベルベットやダイルより怖くないよ。それよりおばちゃんはモアナが怖くないの？夢を見たの。モアナのお母さんがモアナを怖いっていらないっていう夢。怖いものですか。お母さんが子供をいらないなんて思うわけないわ。なんでわかるの？私もお母さんだからよ。お母さんは自分が死んでも世界がどうなっても子供を愛してるのよ。あなたを誰より一番。泣かないでおばちゃん。モアナとメディサ、寂しくなくなるといいけど。そうね、泣き止ませるの大変だし。聞いてもいい？ベルベットのお母さんって。亡くなったわ、私があんたより小さい頃に。あ、ごめん。別にいいわ。つまり私もあんたと似たようなものだから、一人で寂しがっちゃダメよ。僕は平気だよ。寂しくなんかないんだから。なんで怒るわけ？変な子ね。変じゃないよ。もうエレノア、モアナとメディサの監視は任せるわよ。はい、ありがとうございます。いいの？タイマ氏がサイカのなんとかにお礼なんか言って。いいじゃないですか。魔王が細かいことを気にしないでください。ベルベット、グリモワールが呼んでたぜ。ライフセットを連れて監視塔に来てくれって。わかったわ、すぐに行こう。